せせせせせせつけいーやあ、せつけつけよ。今回からやっていくゲームはこちら、レーゾンデート。レーゾンデート。これは、フランス語で、和訳したらですね、存在意義とか、存在理由っていう意味になるらしいです。つまり、このゲームのテーマがまさにそういうことなんだろうな。このゲームはね、俺が過去に実況した、3年前だったかな ?3 年前ぐらいに実況した、宵闇の影っていうゲームと、ウォーキングベッドっていうゲームの作者さんが新しく出したゲームなんですけども、ストーリーとしては、教会で、あとある教会で、夜な夜な誰かが死ぬ。それは偶然なのか、それとも、みたいな。まさにそこが、存在意義として、っていう言葉と何かリンクしてくるところがあるんでしょうね。すごい楽しみ。まずはグラフィックがいいんと、これ見てもらったらわかる通りね、なんかマウスカーソルがですね、このゲーム独特のバラのデザインになってるんですよ。しかもクリックしたらこう、花びらが散るようなそういう演出がありまして、こういう細かいところまで作り込みされてるゲームらしいです。これグラフィック面すごいと思うぞ、このゲーム。やっていっきょったらその凄みが分かってくると思うわ。すごい楽しみ。やっていきまーす。あ、目が開いた。こういうところもあるんじゃん。ねえ、パパ、どうしてママは起きないの？これ主人公の女の子かな？ロゼ。ロゼ。ママは病気で、デレック。死んじゃったの？私もこうなるの？ママと私は同じ病気だから。この子は確かスタート画面におった子かな。大丈夫、パパがきっと治してみせるから。貴族の家族って感じかな。ママ、この絵本読んで。ふふ、ロゼはこのお話大好きなのね。さあ、ママのお膝においで。仲のいいっていうか、いい家族なんやな。いい親子の雰囲気が見えてるな。昔々、一人ぼっちの病気の女の子がいました。その病気は、どんなお薬も、どんな方法でも治りませんでした。不治の病。女の子は、毎日毎日、海を見ながら泣いて過ごしました。死にたくない。もっと生きたい。そう思いながら、動画になっとんやな。うおー、いきなり、惨劇みたいな目だよ、今。惨劇なみたいな目だよ。グラフィックというかさ、ムービーがあるんじゃ、このゲーム。すごい。レーゾンデート。そして、ローゼ。孤児の部屋。あ、教会やもんな。え、孤児ってことは、両親亡くなったん？今結構、もうすごい仲のいい親子みたいな感じのムービーあったやん。そこからいきなり孤児の部屋とか出てきたら、なんか悲しいな。いきなり悲しい運命を辿っている女の子みたいな感じになってるもん、これ。てかさ、動きがさ、さっきから細かいよな。動画ないよな。夢？誰か来た。お、教会の人か。目が覚めたかい、ローゼ。なんか、お前、序盤は仲間やけど、終盤に敵に回るようなような見た目してるな、お前。俺の偏見かな。なんか、二次三次の VTuber におりそうな見た目してる。誰？ここは？誰か知らんのかい。え、教会の人じゃないん。いかにもさ、保護者役みたいな入り方してきてけど、違うん。覚えていないのも無理はない。町の路地裏で倒れていたんだよ。私が名前を聞いた後、君はすぐに意識を失ってしまってね。ああ、孤児院の、なんていうか、孤児院の運営者で、ロゼちゃんが倒れとったところを保護されてすぐの話なんじゃ。ああ、そういうこと。私はルイス。この教会で神父をしているんだ。あ、神父さんか。
あ、十字架持っとんな、そういえば。ロゼ、もしよかったら家まで送るよ。丸一日眠りっぱなしだったんだ。ああ、そうか、ロゼが別に孤児ってわけじゃないんやな。そうやな。あんな感じですごい仲のいい親子のシーンを見せられて、いきなり孤児の部屋とか出てこられたら、ちょっと、ええー、ってなる。うん。悲しいなーってなるもんね、いきなり。悲しいとこからスタートするところにあるからな、お前。神父ルイス。バーガンデー教会の神父となる男性。座せしい声で、もろ静かな雰囲気を感じる。裏路地で倒れていたロゼを拾い上げ、教会に連れてきた。わっ、なんかほんまになんか、こういう感じで優しさ見せる人ってさ、中盤あたりからさ、本性をむき出しにして敵に回りそうな気がするよな。ほんならそういうキャラじゃないでしょうね。大丈夫かな。こいつの動き怪しいなって。こいつの動きちょっと気にしとこう、俺。ルイスできた。ファイリングとかいうシステムがあるらしいな。きっとご両親が心配してるよ。いえ、ママは病気で死んじゃった。私も同じ病気なの。ああ、それがプロローグで言いよったことか。ふむ、じゃあお父さんは？パパは…わからんの？え、なんだ？言いたくないんか？まさか新しい愛人作ってどっかに出て行ってしまったとかじゃないだろうな、お前。私のことと置いてどこに行っちゃったみたいな感じじゃないだろうな、お前。わ、お父さんのこと伏せるって何かありそうやな。中盤以降でこれもなんか明らかになってきそうやな。多分そういうゲームなんだろうな。序盤とかで出てきた謎が後半で明らかになっていく系のゲームなんだろうな、これ。この教会は行く当てもない子供が住めるようになってるんだ。ここにいたければいてもいい。ここにいたいだけいればいいか。私は君を歓迎するよ。わあ、この教会やばそうな感じがするもん。この笑顔。お前、この笑顔しようけど、中盤以降はその笑顔が出てくることはないんだろうなとか思ってしまう。さあ、気分転換にこの教会を見てもらうといい。君と同じぐらいの年の子が多いから、きっとすぐに馴染めるよ。そうだ、ロゼは病気なんだよね。ちょうど今日から、お医者様が泊まることになってんだ。何かあったら、その人に相談しなさい。なんだ、病院が来るってなんだ、病院の医者が来るってなんなんだ、予防接種か。こういう感じで探索が始まるな。これ、私には全てのことが許されている。しかし私は何事にも支配されない。コリントの信徒への手紙1:6-12。なんか有名な詩なんかな、これ。聖書か。聖書はよくママを呼んでいた。休みの日はいつも家族で教会に行くの。その教会に今日は一人で来てしまったと。そういう感じ。来てしまったっていうかさ、助けてここに連れてこられたっていうか。丸一日寝てたみたい。大丈夫大丈夫、俺の休日ってそんなもんやけん。俺は休日大体そんなもんやけん。出てきた。わ、意地悪そうな感じの見た目してる。パッと見た感じで意地悪そうな女の子やなっていう見た目してる。偏見かもしれんけど、だってさ、なんかスカット系の動画、 YouTube で見るスカット系の動画でさ出てくるドキュンキャラってこういう顔するよね。あんたがロゼに、私はキャロルねえ。丸一日眠ってたんでしょ。何があったの？神父様とはどこで出会ったの？ここに住むの？質問攻め。コジキャロル、気の強そうな好奇心のあふれる女の子。興味関心が強く、あまり周りが見えてないようだ。ああ、なるほど。悪気はないやな。別に悪気はないやな。まあ、ドキュンって自分のことを悪いと思ってないからな。悪いことしてることを自覚できてない人間がドキュンだからな。ドキュン予備軍とでも思っといてやろう。気の弱そうな子が、対照的に気の弱そうな子がおるね。やめなよキャロル、そんなに聞かれたらロスだって困っちゃうよ。ベティ、やばいな、名前覚えきれんぞ。俺キャラクターの名前覚えるの苦手すぎてさ、
なかなか、キャロルとベティだろ？ロゼ、キャロル、ベティに、神父さんが、もう神父さんの名前忘れたわ。もうすでに神父さんの名前忘れたからな、俺。人の名前覚えるの苦手すぎて、もうすでに神父さんの名前何だったっけってなる。3文字だぐらいしかわからん。カタカナ3文字しか覚えてないわ。でだけ忘れんようにはするんやけどな。ベティ、気の弱そうな女の子。キャロルと相部屋のせいか、よく行動を共にしている。なんだかんだ仲いいんやな。つまり。だって気にならない、ベティ。誰だって言いたくないことくらいあるよ。それに、私は別に気にならないかな。私は知りたいの。この雨のせいで外にも出られないし、面白い話が聞けるかもしれないじゃない。例えば、シャバでは何やってたのよ。シャバでは何やってたのよ。なんか逮捕歴がある人に聞くようなことを聞くんじゃない。まあ、後で聞かせてもらえばいいか。ロゼ、今日からよろしく。他の子にも挨拶しておいた方がいいわ。ここに長くいるなら、ね。何人ぐらいおるんだろう、人。ここも部屋焼け戻ってもしょうがないか。あ、入っちゃった。さあ、進むぜ。そこは私たちの部屋よ。みんなに挨拶するなら聖堂にいると思うわ。聖堂ね。どっちが聖堂だって。聖堂にいる。ここやって聖堂やけどな。あ、こっちか。こっちの大広間的なところか。神父さんおるで。神父さん名前忘れたんよ、お前。すでにもう名前忘れんよ。なんて名前だったっけ、お前。ルイスだったわ。ルイス・ハルビーで覚えとこう。ガンダム00のルイス・ハルビーで覚えとこう。そんな覚え方してもわお忘れそうだけどね。二次三次の VTuber におりそうな見た目してるんだよな、お前。おるんちゃう、お前。ロゼ、無理はしないようにね。君が好きなだけここにいていいんだよ。何も心配しなくていいんだ。ここには温かいベッドも、ロゼの口に合う食事もある。さあ、みんなに挨拶したら夕食にしよう。ほんまにさ、二次三次の V ライバーさんさ、全員の顔見ていったらこの人と似たような見た目の人出てきそうやもんな。子供が何人かおるんよな、周りに。例えばここにおる人、やばい、人の名前が、なんか人の名前とかがたくさんあったらさ、おほんも覚えれんのよな。何してるの？なんか変な声になった。ん？ごめん、何？あ、お前ロゼだろ。昨日神父に連れてこられた。俺はグレッグ。賢そうな背の高い男の子。年は他の子供たちより上のようだ。あまりこの教会に馴染んでいないように見える。なんか一人で本読んでそうなやつやな。やけんみんなに馴染めてなさそうな感じがするな。俺も最近ここに来たばかりなんだ。みんなよくしてくれるよ。けどここにいるやつらは。え？いや、なんでもない。忘れてくれ。この教会、山奥にあるせいで人なんて滅多に来ない。何かあってもすぐに助けが来ないってこと。目立たない方がいいぞ。何それ、何かあるみたいな話やな。絶対何かあるわこれ。助けなんて、助けを求めたいとか、そういう希望にすがりたいみたいな出来事が絶対起こるんやな、これと言っても。お前なんだか目立つな。確かに可愛いもんね。ローゼめっちゃ可愛いもんね。なんかコスプレイヤーとかがさ、こういうコスプレしてそうだね。ま、自分の身は自分で守るしかないから頑張れよ。そうか、じゃあちょっと今のうちから空手習っとくか。空手の練習しとくか。誰だお前は。おお、こんにちはローゼ。話しかけてくれて嬉しいわ。私のことはわかないわよね。ノワールド呼んで。今日からしばらくここでお世話になる医者よ。なんか大人っぽい人おるなと思ったら大人の人だったわ。子供じゃないんやな、この人は。医者ーす。なんか医者というよりは魔女って言われた方が似合うような見た目してますけどね。魔法使えそうだな。てか魔法で治癒してくれそうな感じやな。なんかすごい色っぽくて俺好き。こういう女の人好き。胸元ちょっと開いてるもん好き。ほんまに医者かお前。おいおいおい、お前ほんまに医者か。医者っぽさ全然感じへんのよ。それともフランスの医者ってこんな感じなんか。知らんぞ。
魔女だろ、お前どうせ魔女だろ、医者って自称してるけど実は魔女ですみたいな感じじゃないの。ここの子供使って何かやろうとしてるんじゃないの。それで神父に呼ばれてるんじゃないの。あーノワールか。ノワールってさ、どっかの国の言葉で黒って意味があるよな。まさにその不気味さがあるんかもしれんぞ。この不気味さを感じさせるような名前だぞ。お前ロゼの病気のことは知ってるわ。アートを見てきた、ずっと前から。だから何か心配事があったら何でも相談してちょうだい。どういうことだ、前から見てきたって。初対面のつもりなんですけどね、その赤い目には何が見えてるんですか。私の緑の目にはあなたはちょっと不気味な感じに見えてますけど。安心して、私はロゼの味方よ。さあもう行きなさい、マッシェリー。あのさ、物語序盤で主人公に対して私はあなたの味方よとか言う人って大体後で裏切るんですよね。俺の経験ロス、検査原則ですけどね。必ずとしてもそれに当てはまるわけではないけど、そういうことって多ないですか。歩いてる人がいる。待てー、君は神父様が昨日連れてきたロゼだ。僕はジェフ。うん、ロゼは細くてあまり食べなさそう。なら僕のご飯もそこまで心配しなくてもいいかな。はあ、食いしん坊キャラじゃん。もう見た目に全くマッチしとるような食いしん坊キャラ来たぞ。ハンバーガーとかにかぶりついてそうなイメージあるな、お前。ああ、ほんまにハンバーガー、これハンバーガーか、ハンバーガーか、ちょっと分かりにくいけど、なんかそれっぽい感じのもん手に持ってる。朝マックとか行ってそうな感じじゃん、日本だったら。お前、少し抜けていそうなふくよかな男の子。食べることに執着があるようだが、温厚そうだ。あ、こいつはさ、人畜無害そうやな。ここのご飯は美味しくてね、きっとロゼも気に入るよ。あ、残すんだったら僕にちょうだい、もったいないからさ。なるほど、こういう感じで、もう何がなくてもあるっけんは、そう、カロリー消費証券か。こういう感じでカロリー消費しなかったらどんどん溜まっていくけんかな。この子は？いや、僕はエリオット、ロゼだよね。昨日神父様に運ばれてきた子。依存症？依存している男の子、依存症、不安定なところがあり、あまりロゼをよく思っていないようだ。なんだ、神父ルイスにどういう感情を抱いてるんだお前。エリオット、何があったのかは知らないけど、神父様はみんなに優しいからね。僕も神父様に拾われてここにいるんだ。だから神父様には迷惑かけちゃダメなんだ。面倒起こさないでね。わあ、なんだ、ああ、なんか達成目標をクリアしたっけん、ストーリーが進むんじゃ。さあそろそろ日が暮れる、みんな夕食にしよう。はい、ご飯だご飯だご飯だ。ジェフリーとらえんように気をつけろ。あ、俺の隣でノワールさんがワイン飲んでる。色っぽいな。ごちそうさま、神父様の手料理はいつも美味しいです。それはよかった。ごちそうさま。あ、キャロルがまた人参残してる。人参いらないよ、コウウラギや。人参いらないよが出てきたよ。嫌いなものは嫌いなの。そんなことよりロゼ全然食べてないじゃない。夜お腹空いても知らないわよ。あ、なんか気遣ってくれてるんじゃ。あ、なんかごめんな、ドキュンっぽい見た目してるみたいな感じで言ってごめんな。いや、割と口はきついけど気にしてくれとるんじゃ、こっちのこと。肉が丸々残っとうからな、ロゼのお皿の上。無理する必要はないよ、食べれるときに食べればいいんだから。何ですか、このタイミングで何で出てくるんですか、ノワールさん。ロゼ残すなら僕にちょうだい。来たな、ジェフ、腹ペコジェフ。あ、ジェフならついでに私の人参も食べて。そう、みんな食事が終わったら部屋に戻るんだ。大雨のせいで少し肌寒いから暖かくして休みなさい。はーい。あ、まだおる。ノワールさんまだおるやん。あら、ロゼ全然食べてなかったけど食欲なかったのかしら。でもいいのよ、神父様の言った通り食べれるときに食べれば。
わあ、俺このノワールさんさ、色っぽくて好きやな。あー、色っぽくて好きよ。色っぽくて好きだわ。雨やまないわね。ロゼもコーヒーどう？今夜は冷え込むから暖かくしないとね。コーヒーか、俺コーヒー大好きなんですよ。俺ブラック派なんやけどな。おお前どうした？お前全然食べてなかったけど大丈夫か？みんなが心配してくれる。食欲ないことみんなが心配してくれやる。ここの人めっちゃ優しいやん。今は平気。食事の時グレーク静かだったね。いつもそうだの？あいつらと仲良くする気もないし目立ちたくもないからな。逆に目立ってた。そんなことはない。みんな今はお前のことが気になって仕方がないって感じだな。あ、夜はあまり部屋から出ない方がいいぞ。大体の部屋に鍵がかかるし、何かに巻き込まれても面倒だしさ。なんだ、夜に出たら誰かが食い殺されて死ぬとかいう人狼ゲーム的なもんが始まるんか。占い師は誰だみたいな感じになるんか、お前。キッチン。あー、ジェフがおりそう。あ、期待しとったのにジェフがおらんかったわ。あ、カップをこういう手に取るような演出あるん、これ。これ別にカップが踊るわけじゃないよな。小麦があったりする。このゲーム探索系のゲームやけんな。謎解き要素があるんだろうな。やけんちょっと今のうちフロアの状況とか見ておいた方がいいんだろうな。こんな感じ。ああ、戻ってきた。こいつなかったんじゃ。で、まあ絵本とかもあるし。ほんほんほん。部屋に戻らなあかんのよな、とりあえず。とりあえずキッチン突き抜け、右の通路を出て、そっから上に行けばいいやろ。ここよ。おっと、みんな集まっとる。どうした？ジェフ、あんたこんなとこで何してんのよ。はっきり言って邪魔。食べすぎて、苦しい。こいつすげえ憎めねえキャラだな。ほとんど手をつけてないロゼの分も食べちゃったし、キャロルが残したのも食べてたもんね。もうさ、気のままに食欲に欲をぶつける感じやな。あら、みんなどうしたの？ジェフが食べ過ぎて苦しいんだって。ちょっと顔色も悪いわね。少し休めば大丈夫だと思うけど、一応胃薬飲んどきましょうか。胃薬なんかあるんじゃん。何でも持ってるないの、ワール先生。確かキッチンに胃薬があったわね。ロゼ、一緒に来てくれる？わあ、やったー。ノワールさん、ノワール先生にお呼ばれしちゃった。俺この人色っぽくて好きだから、できれば長いことずっと一緒にいたい。うん、やったぜ。ノワール先生の背中を見ながら進むぜ。めっちゃ距離近いな。お前今のソーサルジェスターの時代だったら怒られるやつやぞ、お前その距離感。待って、ロゼ、どうした？おい、お前もしかして入り口をドアロックガチャって閉めるんか、お前。やっと二人気になったわね、みたいなね。さっきも二人気の時間あったけど。なぜそこでガチャっとしなかったって感じだけどな。え、なに？わぁ、まぁ、ほんまになんか、二人気になりたかった。一緒にイチャイチャしようみたいな感じになってるよ。おいおいおい。おっぱいを背中で押し付けてくるな。大人の魅力を感じさせるな、お前。ローゼにいいこと教えてあげるわ。何？いいことって、エッチなこと？いいこと？そう、これは自分の身を守るとっても大切なこと。私は胃薬の場所を知ってるわ。でもローゼは知らないわね。うん。それはどうした？見えないものが見える。探してるものが見つかる。さあ深呼吸よ。集中して。ローゼならできるわ。何それ、集中モード？何それ、深呼吸してとか言おうたから、何とかの呼吸。あ、鬼滅の刃来てるよ。おいおい、絶対鬼滅の刃意識してるよこれ。やばい、集中の呼吸みたいな感じじゃない。おお、しかし走ったり人と会話することはできない。なるほど、集中することで
普段ではわからないことに気づけるってことか。なるほど。シーキーって言うたな、こうか。おーおーおーおお、ブラッドハウンドや。ブラッドハウンドみたいになった。おーい、ブロスフーンダルやん。わがな、ブロスフーンダルやん。おい、すげえ。情報が文字で出てくるやん。すごいな。先の匂い。乾燥している。重そうな箱。中身は食材か？低めのテープ。下段にはお皿がある。そういうのがもう完全に、スペックが高いパソコンじゃないとなかなか動作が難しそうな感じの重さがあるな。調理器具。かわいいティーセット。中身は小麦粉。おっと来た！医薬品。ここか。ここに薬があるんじゃ。なるほど。チュートリアルやな、ここ。つまり。ノアール先生がチュートリアルを教えてくれよんじゃな。何この演出。薬が入ってるだけっていうか、もうその薬が見当てじゃないの。その薬が見当てじゃないん。え？集中モードで調べんかったらあかんのかな。出てきた。あ、胃薬来た。何この容器。何このスタバみたいな容器の形なんな。スターバックス胃薬。スターバックス胃薬来ました、これ。これかな。集中したことで胃薬がこれだってことが分かってしまったやな。そう、それが胃薬。すごいわ、ロゼ。呼吸法を身につけてしまった。私もこれから鬼滅隊か。なんだか世界が白黒に見えた。この感じ知ってる。俺も知ってる。エイペックスレジェンズでブラッドハウンド使いよったらアルティメットでこうなるよね。そうね、ロゼが無意識にやってること自分の意思でできるようになっただけ。ノワールは私より私のことを知ってる。どうして？ずっと前からロゼのことを見守っていたわ。ロゼのお母さんが亡くなったあの日から。あ、ってことはロゼのお母さんの親友的なポジションだったかな。さあ、それよりもジェフにその胃薬を届きましょう。うわ、結構気になるな。あー、その座り方いいよ。ノアル先生、その座り方いいよ俺。色っぽい人がそんな座り方したら俺童貞やけズキュンされるよお前。写真撮っていいですか。さあジェフ、この薬を飲んで。私はジェフを部屋まで連れて行くわ。みんなも部屋に戻って休みなさい。わ、ジェフいいな。こんなお姉さんと付きっきりで看病してもらえるからええな。ジェフ裏山、おいジェフ、お前変われ。ジェフお前それ変われや。私の代わりはどこ、このバスルーム、バスルーム。お鏡までこう再現されてるよ。水出した。ここで集中してみようか。ここで集中したらなんか下着とか出てくんかな。下着とか出てくるかな。誰かの下着だとか。あ、ノワールさんのだみたいな。ノワールさんの匂いがする。スケベやー。そんなスケベなこのゲーム嫌だわ。あ、でも、匂いとかにも反応してもやな。完全に五感が引き上げられた感じなんやな、これ。整頓されているとか、湿っているとかまでわかるからな。未使用のタオル。ふわふわのタオル。そして、少し疲れた顔とか。休まなあかんな、はよ。すごいな、でもこのゲーム。こんな演出すごいな。けど別に調べなあかんもんはなさそうやけん。よっしゃ。部屋こっちか。あ、ここに繋がっとんやな。ってことはまたお前ら二人でおるわ。ジェフ大丈夫かしら。私の知ってるジェフは絶対に食べ物を残さないの。具合が悪くてもお腹いっぱいでも大人の子供もお姉さんでも。おい、ちょっとマザーのキャッチフレーズ出てきたぞ今。お腹が空いてる時のジェフはなんだか不器用で不気味で。何それ。お腹が空いてる時のジェフは不気味って何だお前。ジェフがああなるのはいつものことよ。入ってても食べるって感じ。なんでかしら。聞いてももったいないとしか言わないし。なんだろう、ジェフもっと小さい頃食べ物に植えとった、そういうなんか過去があるんか。孤児になった、もう貧乏だからお前はいらないみたいな感じで親に捨てられたって過去が見えるな。考えすぎかな。どうしたの。あ、
なんだ、ロゼか。神父様がね、キッチンの鍵が見当たらないって言ってたんだ。だから探しているんだけど、見つからなくて。わあ、完全に集中モードの使いどころやん。僕が見つけて届けるんだ。そしたらきっと神父様は喜んでくれるよね。だからロゼは探さなくていいからね。フリ丁寧なフリをありがとう。探してくるわ。神父様がいた場所もう一回探してみようかな。もう黄色で字抱えてるからな、そこだけ神父様がいた場所か、ここやな。この辺あるかな。水のお次郎と祭壇と聖書があって、あ、でもここじゃない。鍵の反応ないな。違うんか。あ、この聖書様がおった椅子のあたりには押しとったりするかな。テーブルがある。まあ、テーブルはわかるわ、見たら。おーっと来た、これか。あ、てか鍵っぽいもんあるな、これ。これだ。こっちから調べればいいんか。ちょっと重いな、このゲーム。じゃあ、キッチンの鍵です。聞いてしまいました。あいつ、ここまで探しに来んかったんじゃ、めんどくさがって。何が神父様じゃ、お前。めんどくさがってる以上、これはダメだろ、お前。わかった。お前の方届いてやるわ。お前が渡してこい。そしたらお前の手柄になるわ。手柄は譲ってやるわ。感謝しろ。おーい、あったぞー。はい、見つけたよ、どうぞ。え、これキッチンの鍵？僕に渡してくれるの？神父様に渡すんでしょ？ああ、うん。何か意図がありそうでちょっと怖いな。買いかぶりすぎたんだよ、お前。ただ目指したくないだけなんだよ。別に何もないよ。まあ後でちょっとシャレを弾んでもらうけど。そうなの？僕が誰かが僕に親切にしてくれる時って裏があることばかりだったから。ありがとう。やったぜ。なんか失敗したみたいになっとったけど。2位、キッチンの鍵を手に入れる。え？渡したらなんかよろしくなかったんかな、2位とはいえ。なんかストーリーに影響はあったんかな。渡さずに持っとった方がなんか後々良かったかもしれんのか。部屋こっちやな。おっと、おいおいおい、その立ち姿もなんか色っぽくていいですね。ジェフは休めば平気よ。上事のように何かつぶやいてるけど、なんか気になるな、その上事。聞いてこよう。なんか気になるから聞いてこよう、お前。おお、寝てるわ。苦しい。キッチンに行かなきゃ。今夜の夜食取りに。お前、この模様で何か行動するか、お前。やめとけ、お前。自分の状況をちゃんと見とけ、お前。別になんか深い意味はなかったやな。こいつの部屋集中でなんかいろいろ喋ってろ、お前。窓から森が見える。ちょっと気になるけど。別にいいか。パンとちゃんも嫁かけの料理本。料理本、お前。作る方にも興味あるんかな。こう見終わったらなんかさ、部屋で集中モードしたら、このキャラクター、この部屋の住人のさ、キャラクター性が見えてきて面白いぞ、これ。前の工事のもの。ああ、ここ開いとんもんな。ここに誰かおったんやけど、みたいな。しかし、物を置いていっとんじゃ。私物を。へえ、なんか意味ありげね。これ集中モードさ、この集中モードでこのノワールさんのこう体見たらさ、胸は何カップだとか出るのかな、出んか。そんなせいか腹目線でロゼは見ません。これの心が汚れてるだけです。まあ いや、部屋戻ろう。あ、部屋戻りたいけどさ、みんなの部屋をさ、この集中モードで調べてさ、どんな感じになるかっていうの。見てみたいんやけど、こっちは無理。こっちは？ああ。ぶっちゃけジェフの部屋も勝手に入ようけどな。ああ、またこのようにしよう、それは。この部屋もちょっと集中モードに見といたろ。なんかあるかな？バラ、時計とか、雨が降り寄ったり。
高く積まれた本に関して集中モードが入ったりやけど、まあちょっと必要な情報はないけん寝よ、寝ましょう、休みましょう。ノワール、なんだかあの人少しママに似てる。ママ似てる？そうなん、姉妹だったりするんかな、もしかして考えすぎか。まだ夜、少し気持ち悪い、ご飯あんまり食べてないからかな、何か食べなきゃ。キッチン行くか。だったらなんだ、あーなるほど、ランタンか。じゃあキッチンやな、食べ物といえば。ぼーっと不気味な雰囲気漂ってるよ。おい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 、不気味な雰囲気漂ってるよ。なんかやばい予感するぞ。あー、ノワール先生、なんでこんなとこおるん神出鬼没やな、いろんなとこおるな、お前。あら、ロゼどうしたの、眠れないのかしら。お腹が空いたの。そう、こう時間だとキッチンも閉まってるみたいな、閉まっちゃってるわね。あ、マジか。だったらジェフの部屋かな。ジェフの部屋になんかあったような気がするな、食べ物系。ロゼ、少し私と散歩しない？私、少しだけ得意なことがあってね。なんだ、得意なことって。やばい、大人のお姉さんが得意なことってキスか？キスなのか？相手の男の人を楽しませるキスが得意なのみたいな。いや、なんか嫌やな。俺のワイダン的なトーク、嫌な人、嫌に感じる人おるんだろうな。ごめんなさいね。きっと役に立てると思うわ。それに、ロゼとゆっくりお話がしたいの。うん。あ、パーティーに加わった。食べ物か。まあ、とりあえず食べ物ね。ジェフの部屋にちょっと突っ込んでみたろうかな。突ったろうかな。ジェフ、食べ物あるんだったらよこせーって。よこせーって。あ、入れたー！ジェフ無用、不用心すぎる。あ、ジェフおらんでないか！ジェフどこおったん？あー、またお前なんか。そこまで夜食のこと考えとったお前。おい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 。あ、でもパンあるんじゃん、これ。パンとジャム。あ、これ食えばええやん、勝手に。じゃあ、後で断り入れとけばええやん。な、これ。依存症なんじゃん。あ、食べ物に対してストレスでちょっと食いよう感じがあるんじゃん。あ、パン調べれん。パン目の前にあるのに。人のものを奪い取ってはいけませんっていう、ロゼの教育、しっかりしとるな、両親は。ここ鍵かかっとんだろ。ジェフが不用心なだけか。ジェフを探せみたいな感じになっとるよ、これ。ジェフのあるところに食い物ありみたいな感じになっとるからな、俺の中で。実はキッチン空いてますよ、みたいな感じになったりするかな。あ、キッチン、その下か。一つ間違えた。部屋。バースルーム。ここは関係ない。あ、ロゼ、顔色が良くないわ。ロゼの病気にとっては気休めにしかならないけど、お薬飲む？ノワールも私の病気のこと詳しいの？ええ、ドールズと呼ばれる先天性、つまり生まれつきの病気。少しずつ、少しずつ体が固まっていく不治の病、効果魔法みたいな感じがある。だんだん固まっていって最終的には一心みたいに固まって動けなくなるみたいな。最後には人形みたいになって動けなくなっちゃう。そのことからドールズと呼ばれているわ。わ、名前の由来はなんかエモいな。エモいけどすごい残酷な病気やな。まあもう人形になっちゃったの。最初は足で、どんどん硬くなって、最後は生きてるのか死んでるのかわからない目で私を見てた。ロゼのお母さんのこと診察したことがあるのよ。お母さんは診察をあなたには見せたくなかったんでしょうね。往診の時にあなたを別の部屋で見かけたわ。あ、その時からちょっと注目してくれとったんじゃ。そういう関係だったんじゃ、ノワール先生とお母さんは。それで私のことを知ってるのね。ええ、ロゼ、不治の病というのは絶対治らない病気って意味じゃないの。少なくとも今の医学では
難しいってだけで。未来はわからないわ。そうやな。明日、ドールズが治る薬が出たって不思議じゃないくらい世界は動いてる。だから、ロゼには笑って生きてほしいわ。そうじゃ、希望を捨てるでない。今の常識では不治なだけでな。このゲームのタイトルもさ、存在意義やぞ、お前。生きていればそういう存在意義にもめくり合えるかもしれんぞ、お前。いきなりは難しいわよね。この先、長いか、短いか、わからない人生で、最後には笑えてればいいの。いいこと言うな。ノアル先生、めっちゃいいこと言うやん。ノアル先生は、裏切らんかもしれんな、後輩になっても。仲間のまでいてくれそうな気がするな。キッチン。空いてないか、結局。何が大丈夫だん？ピッキング意外な特技、ピッキングはい、空いたわ。鍵開けは得意なの。なぜです？なぜ鍵開けが得意なの？あなた。うわぁ、やばい。裏切らないかもしれないなとか言うたけど、ちょっと全言撤回した方がいいかな。なんかちょっと、ほんま、なんか、あんたのポジションなんなん？敵に回りそうなような気がしてきてもちょっとあるな。そういう線ありそうな気がするな。けど、怒られちゃうから、神父様には内緒にしといてね。やばい。考察が広がる。考察が広がる。皆さんコメント欄でどっちになるかを、自分の意見ちょっと申し上げてください。この、最後まで味方派なのか、終盤で敵に回る派なのか、ノワールさんどっちに回ってもおかしくないよ、今。これでキッチンに入れるわ。けど、危ないことはしないでね。マッツェッシー？どういう意味？ありがとう。そういえば、ウェッシー？セッシーやな。マッツェッシー。どういう意味？俺も気になる。シェリーか？あ、シェリーか、これ。ちょっと文字が小さいけん読めんかったけど、シェリーやな、これ。特別な人を呼ぶときに使うのよ。意味は、愛しい人。私にとってロゼはそういう存在なの。なるほど。私、あなたにとっての存在意義やな。存在意義か、これ。特別？どうして？それは、また今度ね。これから先、何があっても、私はロゼの味方だってこと、忘れないで。ほんまにか。さて、ロゼと離れたくないけど、私は部屋に戻るわ。おやすみ。シェディ。ああ。怪しいなぁ。どうなんだろう。ほんまに最後まで味方でいてくれるのか、終盤で裏切るのか。怪しいなぁ。裏切らないでほしいなぁ。おるわぁ。なんでお前鍵内側からかけとんねん、お前。めっちゃ暴飲暴食してるやん。やめとけって、お前。ロゼか。びっくりした。あれだけ食べて。また食べてる。やべえな。3日間寝込んどったルパンかって。お前、カリオスロの城で、3日間寝込んどったルパンみたいに食い寄れねえか、お前。ノワールさんに少し動くと楽になるって言われたから、ちょっと動いてたらさ、食堂でたまたまキッチンの鍵を拾ったんだ。あれ？キッチンの鍵？これはもう食べ放題って意味だよね。キッチンの鍵結局手に入ってきたな、また。ジェフは前からそんなに食べる人なの？そんなことないよ。少し前の僕には食べるものなんてなかったから。お腹が空いて死にそうなところを神父様に助けてもらったんだ。ああ、だから食べることに貪欲になったんやな。それは理由があっての貪欲なんやな。そんなことより僕がキッチンの鍵を持ってたのによく入ってこれたよね。ここに来たってことはロゼもお腹空いちゃったんでしょ。うん、そうなんやけどさ、なんかお前に言われたらちょっと腹立つな。同類とか思われとんじゃないだろうな、お前。なんかそういうところでお前と同類にされたくないよな。わかってるって。はい。パーン。パン。あ、そうだロゼ、客室には使わない方がいいよ。なんかあの部屋臭いし、何か秘密がありそうなんだよね。わ、秘密がありそうとか言われたらさ、行きたくなるんがゲーム実況者の坂でしょうが、お前。そんなこと言ったら行くぞ、お前。残念だったな。そんなこと言ったら行くぞ。
キッチンの鍵を手に入れるやつがフェイルになっとうけど、なんか、結局なんかここに出てきとんやな、結局。これクリアしとったらなんかあるんかな、キッチンの鍵。あ、待てよ、でもキッチンの鍵手に入れとったら、ここでの、ノワール先生との会話なしで、ノワール先生のピッキングなしでここ入れたんかな、もしかして。それぐらいのちょっとだけ違う展開があった程度なんかな。そうだ、ロゼ。一つ聞きたいんだけど。どうしたんだお前、スリーサイズ教えんぞ。ここにいるってことはロゼも僕たちと同じなんだよね。え、親がいないってこと？違う違う、僕たちは選ばれてここにいる。みんなそのことは話してないけど、ロゼはどんなことをしてここにいるの？わ、出てきた、存在意義っていう話やな。このゲームのタイトルになっております、存在意義。何の話？ふ、まあいいか、大丈夫、僕たちは多分仲間だから。でも気をつけてね。いや、やばいなこいつ、終盤でナイフ持って笑顔で刺しに来そうな感じがするよ。お前どうや、このゲームの清涼剤としてうまくいいことを終盤までやってくれよ。お前がなんか怖がらせてくるところを俺は見たくないからな。お前はそういうさ、安らぎを与えるキャラであってほしいわ。客間ってどこなんだろう。マップがあるよね、このゲーム。マップが見えるんですよ、このゲーム。マップ。一旦右に戻って下に降りてって感じか。オッケー。つまり、こっちか。そんでもって下に降りてきて、の、あ、こっちか。ここやな、客間。あかんのじゃ。ジェフが何か知らないかしら。え、またジェフの戻るんか。またジェフのところ戻るんか。ごめん、ジェフ。ちょっと、食事中失礼やけど、ちょっと聞きたいことがある。客室から変な匂いがするようになったんだろう。それは聞いた。ん？そんなことより、ここのご飯は神父様が作ってるんだよ。みんなの分一人で作れるってすごくない？このキッチンで何か落としても気づかないぐらい大変だろうな。何か落ちてるな、それ。なんかすごいさらっと重要なこと言うたな、お前。集中。さあ、なんかあるか？なんかあるんじゃない？なんか光ってない？あー、鍵！また鍵だ！え？今度は何の鍵？客室の鍵！あー、求めとったもんだった。マジ求めとったものだったわ。いや、サンキュー、ジェフ。お前、いいやつやな。よっしゃ。これで客間が調べれるわけやけど、その客間に何か怪しいものがありそうという、そういう状況。今、この時間から再生してくださった人のために。そんな中途半端な人おらんか。う？何？この匂い。ガス？客間やけん、確かにベッドはある。それはわかる。しかし、なんだこのガスは。なんだ、バルさん炊いてんのか。バルさん炊きよる現場に来てしまったんか、俺。ゴキブリ対策しようんじゃないかな。ろうそくの明かり。え、さっきまでおったってこと？誰か。誰かおったってこと？え？どうして火が灯ってるんだろう。誰かさっきまでいたのかな。え？おい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 。あ、なんか血ついてる！左上、血ついてる！血が見えとるわ。集中モードに入ったら血が見えてしまっとる。おいおいおい。え？あ、そして、ノワルは別室か、客なのに。そして、シミがついとるとか、小物が入ってるとか、血の跡とか見えとるからな、おいおい。おいおい。黒じゃねえか。神父さんよ、黒じゃねえかよ。ここで何かやってんのか、調べれんのこれ。強い匂い、ここ隙間に何か落ちてる。なんだ、人間の体の一部とか出てきてるんだろうな。あー、本番出てきた。あー、なんかちょっと予想しとったわ。人間の指とか耳とか切り裂かれた状態で出てくるかなと思ってたら、まさにその通りだった。なんかのギャンブルで失ったみたいになっとるね、お前。賭博覇王伝ゼロっていう漫画読んだことがあるけどさ、それでそういう人間の指を集めるような
人おる出てくるんよな。ユミ、匂いの原因はこれみたい。いや、もっと驚けや。もっと驚け。うわあ。ああ、そう、なるほどね。袋に入れたんじゃん。警察官みたいやな、お前。現場検証しようのかな、になったのやな、お前。これで少しマシかな。怖あ。やべえところ来ちゃった。怖あ。うわあ。ああ、ずんだずんだ。ずんだずんだ。どうすればいいんだろう。これジェフに報告しに行きたくないな。あいつのはこのなんか話に巻き込みたくないな。この教会なんだか変。そしてそれにジェフが言ってたこと。僕たちは選ばれてここにいる。みんなそのことは知らさないけど、ロゼはどんなことしてここにいるの？どんなことをして、どんな意味があってか。まさに存在意義か。ここに私がいるのは偶然じゃない？そういえばお腹空いてたんだっけ。忘れとったな。パン、そうじゃ、もらったんだった。パン、うまい。味せんのかい。これも病気のせい？そりゃ食欲ないわな。朝？うわー、なんか事件起きてそうやな。誰か死んでないかな。おい、どうした？ロゼ。あんた今起きてんの？キッチンで。とにかく一緒に来て。キッチン？ジェフ？まさかジェフ？あー、やばい、これはやばい。あーあー、ジェフ、お前いいやつなのに。あー